今日はちょっとお一人でこう試食だったんですけど、やっぱ寂しいじゃないですか。はい。彼氏みたいなこう一緒に食べられる人はまだ探してないんですか。だから探してるんですよ、ずっと。本当に私だってね、美味しいご飯を一人じゃなくて共有する人欲しいですよ。でもさっきも言ったんですけど、マジでお仕事をもう毎日朝から晩まで頑張ってるんですよ。だから今年の正月は探すちゃんと一緒に美味しいお肉食べようかなって思ってます。まあ、あのまだ見つかっていないようなんですけど。はい。なんでそんなはっきり言うんですか。濁したのに。あ、すみません。傷ついちゃうんですから。お嬢様申し訳ございません。本当、はい、しっかりしてよね。出身は山口。山口県です。今回佐賀のお仕事ですけど、はい、福岡と、まあ、3県と、まあ、東京都をご存知だと思うんですけど、はい、あの例えば付き合うならとか結婚するならどこの人がいいとか何かイメージありますか。結婚するならどこの人がいい。出身気にしたことないけど、でもなんか私は方言とかいろんな、やっぱ佐賀県も方言かわいいし、山口県も方言かっこいいし、そういうなんか地方によって言葉があったりするじゃないですか。だからそういうのがすごい面白いなって思うんで、まあでもなんかね、どこかな、青森とかちょっとなまってる人とかと一回結婚したいな、一回っていうか普通に出会ってみたいなって思います。はい。あの例えば具体的に、うん、あのこういうような人とか、まあなんか、あ、シンプルに好きなタイプですか。はい、もう絶対分かってるじゃん。俳優が好きですよ私は。でも、本気でお付き合いするんだったら、やっぱ性格面では私本当にわがままなんですよ。だからそういうのを受け止めてくれる、もう心の広い優しい私のことが大好きな人と付き合いたいです。だからもうセガスちゃんぴったりですよね。サガスちゃん、サガスちゃんぴったりです。最後一つ確認ですけど、はい、お化けには好かれるけどまだ男っ気の方はないっていうこと。めっちゃ聞きたがるじゃん。男っ気ですか。そうですね。どういう系ですか。好きな付き合ってる人とかってことですか。はい、いや私も恋人欲しいけど、男っ気ないわけじゃないですよ。それなりに卒業して恋愛はしっかりしてます。ただ今彼氏はいないです。募集中いろんな人をなんか知って、そっから彼氏見つけていきたいなって思います。友達が今いっぱい増えました。東京に来て。つまり彼氏はいないということで。彼氏ないんですよ。しょんぼり。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。ではこちらで特別取材の方を終了とさせていただきます。ほとんど彼氏の話しかしてないけど。できたら言いますね。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。